後半戦は福井県立大学のキックオフで試合再開という形になります。キックオフしますのは福井県立大学の7番の佐藤。古川、黎明高校出身の3回生です。それに対し関西大学リターナーを2枚配置しました。4番と11番が配置されています。4番は赤塚、11番は根岸。さあチープキックを蹴った、あえて短いキックを蹴りリターンのタイミングを外します。この結果、金沢大学は自陣33ヤード付近からの攻撃と変わります。金沢大学エバーグリーン自陣32ヤード地点からの攻撃です。金沢大学自陣33ヤードからファーストダウン10。ナイスファースター、まず金沢大学はランプレーから入りました。ハンドフォーを託された4番中央切れ込みまして攻撃権更新です。金沢大学ファースター、キャリア4番は赤塚、水上高校出身の3回生。ボールオン自陣45ヤードから金沢大学ファースターダウン10。クォーターバック1番オプションプレーから自らキープ、中央切れ込むように約2ヤードのゲインとしています。クォーターバック1番は田中、熊谷高校出身の4回生。金沢大学セカンドダウン8、ボールオンは自陣47ヤード。ファースター、ここで金沢大学はクォーターバック1番がクォーターバックスニーク、そのまま中央切れ込む形でオフェンスラインとともに並べ込みました。本来は忍び込むように進むプレーをあえて怒涛のようにオフェンスラインの津波に乗りまして一気に攻撃権更新です。金沢大学ファースター、これにより相手陣44ヤードに入りまして金沢大学ファースターダウン10。金沢大学ファースター、今度はランニング枠4番に託しました。見事その期待に応えました4番攻撃権更新です。金沢大学ファースター、キャリア4番は赤塚、水上高校出身。さあ怒涛のようなランプレーを重ねまして相手陣33ヤードに押し返しました金沢大学ファースターダウン10。福井県立大学見せます。オプションプレーで QB キープを展開しようとしましたが、これを県立大学25番見事対応しまして2ヤードのゲインに留めております。見事対応しましたのは25番の吉田。
セカンドダウン。初は富田林高校出身の3回生。金沢大学セカンドダウン8。インターセプト、ターンオーバー。ここでパスプレーに転じました金沢大。待ちに待ったという形でプレーアクションを展開しましたが、そのパスを福井県立大学19番がパスインターセプト。ボールを奪取し攻撃権を奪取しました。福井県立大学の攻撃に変わります。ターンオーバー。福井県立大学ワイルダーズがインターセプトをしました。素晴らしい判断でインターセプトを決めましたのは福井県立大学19番の伊藤。宮水産高校出身の4回生。さあ攻撃権取り返した福井県立大学。ファーストアウンテン。インターセプト、ターンオーバー。ここで福井県立大学パスを通した。しかしそのパスを奪ったのは金沢大学。6番インターセプトによりまして攻撃再奪取になりました。攻守交代です。ターンオーバー。ここで取り返しました。インターセプトを決めたのは6番の久保田。岩田南高校出身の2回生です。さあ再び攻撃を終えた金沢大。ここでホイッスルが鳴ります。さあ試合再開です。相手陣28ヤードから金沢大学ファーストアウト。ここでオプションプレーで QB キープをチョイス。クォーターバック1番自ら体をねじ込むようにして約3ヤードのゲインとしています。クォーターバック1番は田中。熊谷高校出身の4回生。セカンドダウン C。 金沢大学セカンドダウン7。ボールオン相手陣25ヤード。フォーメーションは I フォーメーションをチョイス。フルバックに託した。最短最速のダイブプレーを展開。未終点突破キャリア7番に託しまして、ゲインは約3ヤードとなっています。キャリア7番は原房。足立学院高校出身の3回生。金沢大学サダン4。これは県立大学が抑えた。オプションプレーで QB キープを展開しようとしましたが、県立大学ディフェンスライン77番が見事対応しましてノーゲイン。フォースダウンに変わります。素晴らしい対応しましたのは県立大学77番の稲葉。大垣北高校出身の3回生。フォースダウン4。金沢大学フォースダウン4フィードゴールトライ。キックレングス38ヤード。このキックはショートフィールドゴール失敗です。金沢大怒涛の攻撃によりまして得点アゲンとしましたが、これは無得点で終わりました。福井県立大学見事この攻撃をしのぐことに成功しました。攻撃権は変わりまして福井県立大学に変わります。
さあしのぎました福井県立大学、自陣22ヤードからの攻撃に入ります。福井県立大学ファーストアンテン、しかし金沢大学が襲いかかります。中央へのランプレー、キャリア4枚に託したが、これはディフェンスラインに殺到しまして、このランプレー2ヤードロス、3ヤードのロスに変えています。福井県立大学ワイラーズ3ヤードほど下がりました。福井県立大学自陣19ヤードからセカンドダウン13。クォーターバック8番左にスプリントアウトし、ワイドレシーバー87番にパスを通しまして、失礼しました、83番ですね、パスを通しまして約8ヤードのゲインに変えております。パスキャッチをしましたのは県立大学83番の矢野、桃山高校出身の3回生。さあこの5ヤードの攻防注目です。得意県立大学サーダウン5、クォーターバック8番ハンドオフフェイから自らキープを選択し、左オープントップはがりましたが、このランを金沢大学見事阻止しフォースダウンに変わります。フォースダウン5、福井県立大学フォースダウン4、パントフォーメーションを選択します。ここで福井県立大学パンター、素晴らしい判断でロングパン、相手を引きつけ見事にコントロールされたパンターは一気に相手陣1ヤードの位置まで飛びまして、この位置で攻守交代となりました。絶妙なパントによりむしろ相手を押し返す形に成功しております。金沢大学自陣1ヤードからの攻撃に変わります。金沢大学エバーグリーン自陣1ヤード地点からの攻撃です。ファースダウン10、さあ1点窮地に追い込まれる形ですが、この位置からの攻撃に入ります金沢大学。ボールオンは自陣1ヤード、わずかなミスでも失点につながります。この状況を脱することができるでしょうか。自陣1ヤードから金沢大学ファーストダウン10、さあランが入ったらどうか。さあ判定はどうか、審判団現在協議しております。ギリギリ中で倒れたという判定になっております。しかしわずかなロスを奪った形でセカンドダウンに変わります。おそらく1ヤードありませんインチの状況でセカンドダウンに入ります。自陣インチの状況で金沢大学セカンドダウン11。セーフティー、自殺戦となります。ここでスナップ乱れました。クォーターバックにはなんとかその総力で打開図ろうとしましたが、自陣エンドゾーンで倒されセーフティー。金沢大学自殺戦となりまして、福井県立大学に2点が入ります。福井県立大学5点、金沢大学7点。そしてセーフティーの場合は攻撃側の失点という形になりまして、キックオフは攻撃チームがキックオフする形になります。必然的にそのリターンをする福井県立大学が次の攻撃を得やすい状況になります。ここで面白い状況が発生しました。これによりまして2点差、アメリカンフットボールは非常に差が生じにくい得点になっておりますので、
必然的に引き分けが起こりにくい決着という形が見えてくる対戦になっております。さあそして金沢大学の自陣20ヤードからのキックオフとなります。セーフティーの場合は自陣20ヤードからのキックオフです。さあリターンに入る。このリターンは自陣45ヤードを超えた位置から福井県立大学の攻撃に変わります。深い位置からのキックのために結果的にリターンした位置がかなり優位な位置になりました。福井県立大学、ほぼハーフウェイに近い自陣47ヤードからの攻撃に入ります。福井県立大学ファーストダウン10。さあ一気にこのまま試合の状況を覆すことになるでしょうか。しかし金沢大学が対応する。ここでランプレーから入りましたが金沢大学72番見事に対応しましてこのラン2ヤードのロスに変えております。金沢大学の72番は五井淵、水戸桜の巻高校出身の1回生です。さあセカンドダウン12で福井県大県立大どのようなプレーになるでしょうか。パス不成功。ここで右に展開していた14番にパスを投じましたがわずかにパスがショート、パス不成功でサードダウンに変わります。サードダウン12。ここはしかし金沢大学もディフェンス陣踏ん張ります。さあサードダウン12の状況に追い込んでいますが福井県立大学は突破になるでしょうか。ボールオンは自陣46ヤード。サードダウン12。パス成功。パス見事パスプレーで攻撃権更新果たしました。福井県立大学ファースター見事に攻撃権更新を果たしたクォーターバック8番ファースター。第一学院高校出身の3回生取りましたのはワイドレシーバー18番の吉川、大手門高校出身の2回生です。さあ相手陣39ヤードから福井県立大学ファーストダウンテン。リバースプレー、逆方向に展開すると見せかけそのオプションからカウンターに入ったピッ7番にピッチしまして逆方向にランを展開しました。大技をここで投入し約4ヤードのゲインとしています。託されましたのはランニングワイドレシーバー7番の佐藤、古川黎明高校出身の3回生。福井県立大学セカンドダウン7。パス成功。今度はプレイアクションから早いタイミングでそこに展開していた7番にパスを通しました。タイミングパス見事決まって約4ヤードのゲインとしています。キャッチしましたのはワイドレシーバー7番の佐藤、先ほどリバースを決めたプレイヤーです。古川黎明高校出身の3回生。サードダウン4。福井県立大学サードダウン4。パス成功。ナイスキャッチ。パス。クォーターバカちゃん左に流れてプレッシャーくる中ロングパス、これをワイドレシーバー14番見事にキャッチしまして攻撃権更新です。一気に相手陣5ヤードに入るビッグプレー。福井県立大学ファーサー1ヤード地点まで決まった。素晴らしいキャッチ決めたのは福井県立大学14番の松野、沖田高校出身の2回生。ファースト
第3クォーター終了です。第3クォーター終了です。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーター終わりまして、金沢大学エバーグリーン7点、福井県立大学ワイルダーズ5点、その差2点という状況で最終クォーター第4クォーターに移ります。